ッターは三森、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球ストライクを取りました。胸元へ持ってきました。ストライクです。あっという間に2ストライクです。インサイド落ちました。ヒットになった。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー1塁です。このランナーをどう生かしてくるんさ。そして打席には三森が入ります。さあワンアウトになりましたが一打先制のチャンス、まあ、先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、そうですよね。まずはボールから入りました。牽制、二塁セーフ。中へ決まってこれはストライク。二塁牽制、二塁はセーフ。低めいいところに持ってきましたが外れます。低めチェンジアップ決まりました。2ストライクと追い込んでいます。打ちました。痛烈な打球伸びていく。どうだ、ライト見送った。先制のツーランホームランです。ソフトバンクホークス、白球高々と舞い上がりヤフオクドームのスタンドに消えていきました。ホークスが先制しました。2対0になりました。鮮やかなホームランを見せてくれました。ベンチではチームメートに迎えられ盛り上がっています。さあここで先制点を奪うホームランが飛び出しました。いやうまく打ちましたね。これは先制点はホームランから生まれました。